ました。ありがとうございます。嬉しい。誕生日おめでとう。あ、ありがとう。でかすぎた。そういうことね。ありがとうございます。じゃあちょっと、この人ですね、犬が好きで、犬の餌やり機です。人の餌やり機です。もう大変だったんですよ。1月22日が誕生日なんですけど、欲しいものが全くないです。でも何するって引っ張って、ないです。強いて言うなら、バイオリンのマイクにしかできないな。でも強いて言うプレゼントやりたくないじゃないですか。だから、ずっとこう服とかご飯とかいろいろ言ってたんですけど、いや、別にいいですね、みたいな。で、もうやっとできましたと。見つかりましたと。で、犬の、あの餌やり機。一番欲しかった。いやね、一番欲しかった。おめでとうございます。ありがとうございます。そういうことで、今日車から荷物を下ろしようときに、なんか見覚えのないやつがあるなと思ったもん。だいたいサプライズ無理だもん。あなたにサプライズは無理ですよ。もうね、無理。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、時間がありましたけど。じゃあちょっとホープでもなんでもちょっと置いておきましょう。はい。4ヶ月ぶりぐらいけど。本当ですね。1月の22日が僕誕生日なんですけど、はい、今日5月1日ということで、はい、約3ヶ月、はい、伸びてしまいました、はい、やる気あるっすか？はい、昨日のストーリーにもね、今年やりたいこと書いてたんですけど、一番はやっぱりバズって、やっとバズったって言いたいのは本当に僕一番したいです。今年何がしたいかというと、本当ね、こう今今日来てくださってるみんなと一緒にこう喜びたいです。それがやっぱ僕一番嬉しいなって思ってます。なんか物が欲しいとかあんまりなくてですね、正直物欲がなくて、だけどやっぱりこう喜ぶことがやっぱ一番いいなって思ってるので、どうか僕たちを見放さないでください。それだけです。もうそれだけが僕の最高の誕生日プレゼントなんで、今後とも僕だけじゃなくて2人ともね、本当は二人三脚で、歩んでいきますので、違うんだ、違うんだ、本当これからも応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。嬉しいな。翔さんが、音楽流してもらって、翔さんはね、元事務所が一緒だから、あ、そう、そうです。何でもかんでもね、分かってくださってますので。2回目の大きな拍手お願いします。ありがとうございます。その話もしてたんですね、さっき。もうすぐ何の話しようとみたいなやつ言うんですよ。だって心配やもん、なんか一人で進めるの。なんかちょっと畑違いのとこ行くけんさ。確かにね、たまに畑できるけど、ほっとけ。畑ちょっと、じゃあ一回吐きますね。畑。いや、ちょっと今ダブルで滑った。気持ちいいね。じゃあ、一回履けて、竹もっとしてもらって、で、すいません、公開なんですけど、うん、曲を先に流してもらって、そこから履いていきましょうかね。後悔せんよね。すいません。